トカツやっていいきますますあ見慣れない選手が多いんで、すすが素晴らしい試合やってますとで相手がね、守備になったら、ここがサイドまで守ってですね、シックスバックになったりとかっていう場面もあるんですけども、基本的にはおそらく4141じゃないかなと思います。それで、4141と4231がマッチアップしたら、中盤が完全にですね、3対3になって、誰もフリーじゃないっていう状況になるんですけれども、しかしですね、特に藤田、千葉ですね、千葉千葉と んで、おりますが、特にいいと。で、どういう風な良さがあるかっていうと、例えば水沼が持った時に入っていける。で、入っていくと相手がついてきますと。で、渦の動きでこういうところまで顔出しできる。で、ここで内がこうやって上がっていくんだけど、相手がついていって、こっから渦の動きでサイドまで出ていった時に、相手ゾーンで守るっていうのが強いんで、ここまでついていくかっていうとついていかない。ということは途中で離すと、マークを。 そうすると、チマがこうやって戻っていく流れの中で、パスが出せる。で、この流れに山根とかも絡んできて、渦が回り続けると。で、チマが元々作ったこのスペース、トップの後ろのこのスペースですね。で、チマがいなくなったら、ここを岩田が取りに行くと。いうので、チマと岩田がこのようにスペースを作って、相方がまた使うっていう流れ。で、これまた、チマと岩田が逆にですね、チマがこっちまで顔出ししてきて、で、また岩田がここで渦行ったりだとか、こっちの渦も 行ったりりだととかかで2人がかなり流動動的に動いてますとそれでゾーンで守っている香港に対してうまくスペースを作ってますね。で、千葉のいいところで行くとこういうふうにマークがついてるときはボールをもらおうとしないんですよね。もうどっちかっていうと背中向けて今ボールいりませんのでっていうことをボールホルダーに伝える。で、ボールから離れるようにちょっと動いてスペースを作ってやるとかそういう動きができると。 いうところですね。で、戦術的な見方すると、ワントップ残ってカウンター狙うんですけれども、このトップの後方のスペース、ここをうまく使ってて、で、相手がこうやって中盤とディフェンスラインが近い距離になって守ってるんですけども、だけどこのワントップはここまで下がるわけじゃないと。そうなってくると、ワントップと中盤の間のここのスペース、中盤のボトム、ここにスペースができているのを、まあ、岩田と千葉がうまくついてるということですね。で、パスを回しながら、ここから少しずつこじ上げ けてて、て、っっススペースを作で、まあ、得点シーン振り返ると、その崩しがよくわかるんですけども、まあ、1点目は相馬のね、フリーキックで、うまく縦回転かけながら、近距離だったけど、うまく落として決めたっていう相馬の1点目。そして、まあ、2点目はですね、右サイドを上がっていた山根から、普通にマークついてたんでですね、崩したっていうよりも、ここで決めた得点なんですけど、山根から町野がヘディングでパワーに決めましたと。 で、今日一番良かったなって思ったゴールが、チマがですね、渦の動きでボール運んでってですね、途中で味方に渡しまして、サイドもいなかったんですよね。で、相手が中に入ってきたところで、ちょっとカウンター気味トランジションだったと思うんですけど、渡して、サイドまで取り行ったんですよね。サイドがいなかったんで。で、サイドまで流動的に流れていって、流れていく過程の中で相手を引き連れて流れていく。 で、渦の動きでまたここでもらうんですよね。ボールを。で、もらったところで、自分がもともと最初にいたスペースが空きますんで、相手の座標を動かしましたんで。で、そこに何の迷いもなくパス出して、で、西村がそれをミドルシュート決めたという得点でしたね。素晴らしかったと思いますね。自分でスペース空けて、そこにスペースできたよねっていうのを理解してて、渡して、で、味方もそのスペース使ったっていう、かなりレベル高いなと思いましたね。とですね、他の攻め筋としては、4 2 3-1らしさが出てるっていう部分でもあるんですけれどもフリックがよく決まってたなというイメージありますね町のから抜け出していく水沼だったりあと渦の動きから3人目が絡んでですねこういう渦の動き例えば水沼と島がやってますっていうところででここに3人目が絡んできてで渦の動きの流れの中で抜けていく選手にフリックとかも合わせながら当てていくという感じができて良かったと思いますがっつりね、まあ 守ってくるだろうなと香港思ったんですけれども、それでもこじ開けていった、渦で。渦でこじ開けていって、ここでもフリーキックとクロスっていう部分でこじ開けていったっていうのは、これだけ守ってる相手を崩せたっていうのは、4点取れたっていうのは素晴らしいことだなと思います。後半、あと何点入るか期待したいと思います。先週交代もね、あると思いますんで、楽しみにしたいと思います。以上です。 後半トカツ行きます。で、後半もですね、日本ペースでしたと。で、前半トカツで伝えた通り、4141のここのスペースを藤田、ジョエル、チマと岩田がうまく使って、お互い中盤のこのラインとトップのこのラインの間のこのスペースを基本のポジションとしながらも、例えばこういう風うにマークがついた時は、渦の動きでバイタルに入っていく。で、相手もついてくる。で、これ引き連れて出ていく。で、そこでまたスペースできた ところにチマが降りていくそしてまた相手のマークが来たらここからまた降りてきた岩田とかに渡してそしてまたこの相手を引き連れて渦の動きでまたスペースを作っていくとでバイタルでボールを受けて攻撃に繋げたりサイドで渦の動きを作ったりとかでまあ後半も前半と同様にうまく機能してましたねでゴールシーン後半の序盤に立て続けに入ったんですけども特に良かった方の得点シーンを振り返りたいんですけど水沼がボールを持った 時にににががイイインンナーラップししてててで、でサド上っいく対裏にパス出すんですんけどこういうパスですね。こういうパス出して、ここが受けるっていう話なんですけれども、このパスって強かったらタッチライン割ったりキーパーに取られたりっていう話になるんですけど、ちょうどいい弱いパスで。で、山根も右足のアウトでトラップするとフィニッシュには持っていけないんですけど、ボールをしっかりそのままスルーして転がしても、ボールがゴールライン割らない程度のいい速さのパスで、山根がこっち向きから 持って。 でクロス上げたと。でまぁ、あ、そこで相馬が逆サイドから出てきて、ちょっとマイナス気味になったボールなんですけれども、ここ通してうまく押し込んだという得点で、もう1点もこぼれたところを回し野が拾って、うまく最後力抜いてコース狙って決めたっていうシュートでしたね。で、メンバーチェンジになりまして、まあこっからがなかなか点が取れなくなったというところでしたね。ただまぁチャンスは作ったんですよね。で、攻撃のビルドアップのところも、藤田と岩田の機能 渦の動きをやりながらも必ずここを不在にしないいっていうこういう状態にはならないっていう。こういう状態にもしなるとですね、トランジションになった時に、この4がトランジションでこう上がってきた時に5対4になっちゃいますんで、よろしくないんですが、必ず岩田が前に行ったら藤田が降りてくる。で、藤田が上がっていったら岩田が降りてくるっていう感じで、こうやって上がっていく動きでスペースを作って、そのスペースをまた使うっていうのが前半と同じようにうまくいってんだと。で、かつですね、脇坂がいいなって思う 思ったのが例えばこういうところからパスが出た時に自分にマークがついていたらシンプルに落とせるで落とした後にもう一回ゲートに入り直して受けれるっていう場面があって。 自分がフリーじゃなかったら、フリーの見方を使うっていう潰れるようなプレーっていうのもできて、スペースを作るプレーもできて良かったですね。で、至る所で、特に藤田と脇坂がプレー中ずっと指差してコーチングしてるんですよね。フリーの見方をずっと指さして、そこにボールを持っていくように。で、そういうプレーがあると、やっぱボール回って、で、選手間の距離がいいからダイレクトパスで繋がっていくと。で、相手はプレッシャーかけようにもワンタッチで剥がされるんで、散らされるんで、ボール奪い 会いに行くっていうことがなかなかできないっていう感じで良かったですねまあ、宮市寮に関してはですねサイドで受けて相手のサイドバックに対して仕掛けていくっていう場面あったんですけど抜き切るところはなかったですねなかなかただカウンター気味に出ていった場面でディフェンスラインのゲートをですね抜けていくところで 足元に入ったパス、しっかりとコントロールして、ここに飛び出していくっていう場面がありましたね。だけど、首都に持っていくことはできずにですね、得点にはならなかったんですけれども、ちょっとチャンスを作ることはできたと。まあ、だけど、A 代表、どうか。 っていうことを考えたら、それほどのアピールはできなかったのかなと。まあ、特に左サイドはですね、三笘もいますし、今日は相馬も活躍しましたしね。という感じですね。ただ、その他、あ特に藤田、そして岩田も私は良かったとは思うんですけども、特にまあ、藤田ですね。あと、トップの町野。町野も良かった。町野もまあ、あ再三ですね、ボールをワンタッチで、特に胸で丁寧に落とすっていうプレーも多く見られましたし、渦の動きを藤田と岩田がやるんですけれども、 まあ脇坂というか西村もそうなんですけど渦にうまく関係していて。 で、町野と西村のパスコースが、例えばこういうところで被るようなことがなく、うまく背後のパスコースをこう使いながら、三角形の関係をトップとトップ下で作れていたというのもあると。で、西村がシュート決めた部分なんかも、よくハイライト見れば、おそらくこうなってるんだろうなっていうのがあるんですけれども、ここで町野がシュートコースを塞いでないんですよね。しっかりスペースを作るように動けている。かつ、シュートも狙える位置に移動していると。こういう動きが、ドイツ代表の動画でも お伝えしました通り、近年ね、マドリでもベンゼマ流れとかありますけれども、うまくトップが背後から上がってくる選手のスペースを空けるっていう動き、マーチの出来手だと思いますね。なので、ポストプレーも得意で、でプレッシャーもかけに行ってる場面もあったし、無駄なプレッシャー走り回るっていうプレッシャーのかき方じゃなくて、うまく味方を使っていくっていう攻守にわたって、賢いプレーを見せていたなと。 思います。まあ、総括しますと、若手の選手、まあ、国内の選手で構成されましたが、うまくアピールできた選手が多くいて、特にですね、まあ、スタメンの方が、果的だったとは思うんですけれども、谷口山根っていう予選でも使われたですね、この二人は間違いないし、特に山根は素晴らしかった。で、山根の近くでプレーする藤田も素晴らしかったし、岩田も素晴らしかった。 マチのも素晴らしかったしトップ下のこの2人も素晴らしかったとで左サイドのソーマも素晴らしかったですねで多くの選手がアピールできて最高の試合になったんじゃないかなと思いますねで相手も、まあ、点差が開いてからはですね前にガンガン出てきたんだけどそれまではシックスバックだとかっていう動きをやってたんででまあそれはですね渦の動きでこういうところが上がっていくんでディフェンスラインに吸収されたっていう見方もできるんですけどもまあ、そうやって相手のゾーンの座標を崩して動かしてバランス 崩してですねこういうところにスペース作ってそこをきっかけにボールつないで崩していったっていうことだと思いますんでそういう引いた相手も崩せるようなそれぐらい連動した素晴らしい試合だったなとでそれを支えてたのはやっぱこの中盤2枚で特に藤田ですね藤田のいいところなんですけれども途中ライブの中で解説しました通りですね例えば左にボールがあるっていうところで自分にマークがついてたらこうやって上がってって で、センターバックにスペースを与えて、で、そこのスペースを岩田が使って、で、この上がっていった藤田はバイタルを横断して逆から降りていくと。で、その流れで岩田がまた上がってって、こうやってここで受けると。でこういうういススペースをうまく使って,作って で、きてたしで途中でですね、ツートップに一時的になってた場面もあったんですけれども、そういう時でも藤田降りてきて、スリバックの一角としてプレイすることもできた。ビルドアップでそういうポジションができるっていうのは、まあ、あの、予選でもですね、田中碧だったり森田だったりっていうのがそういうプレイやってたんですけれども、それと同等、もしくはそれ以上の機能性を見せたというか、まあ、左右へのチラシも見れました 絶えず動動き続けるっっていう運動量もあったしで、ゴール前に飛び出していくっていうわけじゃないんだけれども、こういうところでボールを保持して、フリーでボールを受けて、相手の中盤を引き出すっていうプレーができてたし、ここにまたマークがついたら、マークを引き連れて上がっていくと。 いう、こういうプレイはですね、非常に効いていたと。で、こういうプレイをずっと最後まで続けたっていうのが良さかなと思いますね。433のインテリオールで見たいですよね。まあ、ピボーテでもいいのかもしれないですけど。まあ、特に今後注目したいといか、この試合で株を上げたのは藤田と町野かなと思いました。次が中国戦。中国戦はちょっとライブ配信を今のところ見送る格好ではあるんですけれども、中国戦の次は韓国でしたかね。町野藤田、しっかり見ていきたいなと思います。A 代表ほど7 のある選手っていうのはいなかったとは思うんですけれども素晴らしい若手が効果的に機能していてうまく歯車が噛み合ったようにですねお互いがお互いのスペースを使ってうまく使わせるっていうことができてて素晴らしい連動した森安ジャパンだったまあ、もちろん相手のレベルっていうのもあるんだけどそれでもここまで機能してたっていうのはなかなか今までなかったんじゃないかなっていうぐらい素晴らしい試合見させていただきましたありがとうございましたそれではこれで統括終了にしたいと思いますいいねチャンネル登録よろしくお願いいたします ありがとうございました失礼いたします。<music>